2倍幅の SLT カード。四角い金属管の中には、ハイブリッド回路が収められている。ソリッドロジックテクノロジーのハイブリッドモジュールの製造工程。プロセスは、1、2インチ角の正方形のブランクセラミックウェアハーから始まる。最初に回路が配置され、次に抵抗材料が配置される。ピンが追加され、回路がハンダ付けされ、 抵抗が目的の値に調整される。その後、個々のトランジスタやダイオードを追加し、パッケージを封印する。コンピュータ歴史博物館の展示。3枚の標準幅。SLT カード SLT カードフレーム。CORESTORE.org からの画像。IBM129 キーパンチの SLT モジュールソリッドロジックテクノロジーは IBM が1964年に IBM システム360シリーズと関連機器で導入した電子回路をパッケージングするためのの手法である。IBM はセラミック基板上にシルクスクリーン印刷された抵抗器を使用して SLT モジュールを形成しディスクリートフリップチップ実装。 ガラス封印されたトランジスタとダイオードを使用したカスタムハイブリッド集積回路を設計することを選択した。回路はプラスチックで封印されているか金属製の蓋で覆われていた。これらの SLT モジュールのいくつかを小型の多層プリント基板に実装して SLT カードを作った。各 SLT カードの片方の端にはソケットがあり。 コンピューターのバックプレーンのピンに差し込むようになっていた。IBM は当時、モノリシック集積回路技術はあまりにも未熟であると考えていた。SLT は1964年の画期的な技術で、標準モジュラーシステムのような初期のパッケージング技術よりも、はるかに高い回路密度と信頼性の向上を実現した。この技術は、1960年代に IBM システム、 360メインフレームファミリーを圧倒的な成功に導いた。SLT の研究は、ボールチップアセンブリ、ウェファーバンピング、トリミングされた圧膜抵抗器、印刷されたディスクリート機能、チップコンデンサ、およびハイブリッド圧膜技術の大量仕様の一つを生み出した。SLT は、それ以前の標準モジュラーシステムにとって変わったが、その後の SMS カードの中には、 SLT モジュールを搭載したものもあった。SLT ではシリコン製の平面ガラス風刺型トランジスタとダイオードを使用している。SLT はデュアルダイオードチップとそれぞれ約0.025インチ角の個別のトランジスタチップを使用している。チップは0.5インチ角の基板上にシルクスクリーン、印刷された抵抗器と印刷された接続部でマウントされる。 全体は0.5インチ角モジュールを形成するためにカプセル化されている。各カードには6から36個のモジュールが搭載されている。カードはフレームを形成するゲートを形成する基板に接続されている。SLT の電圧レベルはロジックローからロジックハイまで回路速度によって変化する。モジュールカバーを取り外したモノリシックシステムテクノロジーカード IBM が 徐々に、モノリシック集積回路の使用に移行してゆく中で、SLT にとって変わるデバイスにも、同じ基本的なパッケージング技術が使用された。IBM Archives System 360 Announcement www.ibm.com 2020年7月10日閲覧。ボ o y The 360 r e v o l u t IBM p 十八二千十八年五月二十七日閲覧。デイビス E.M. ハーディング W.E. シュワルツ R.S. コーニング J.J. ソリッドロジックテクノロジーバーサタイルハイパフォーマンスマイケロレクトラニックス IBM ジャーナルオブリサーチアンドデベロップメント八百二百十四ドイ十点一一四七 RD82.0102HTTPS サマンティックスコラー ORG ペーパー A78A999261D888D5C4FB6A4AF520F2R920F629R ABC ロジックブロックスオートメーテッドロジックダイアグラムズ SLT SLD アスルト MST86 ページーズありがとうございます。